バンフォーレ甲府バンフォーレ甲府の練習場 J リーグバンフォーレ甲府の複数ある練習場についてバンフォーレ甲府の練習場として記述する。クラブチームであるバンフォーレ甲府は創設時から特定の練習場を持たず山梨県内の練習場を移動して練習を行っている。練習日程及び会場へのアクセスについてバンフォーレ甲府の公式ホームページにおいて確認できる。 ただしスケジュールは変動することがあり、ごく稀であるが公式サイトに掲載されていない、練習場で練習を行うこともあるため、注意が必要である。以前は企業及び学校の敷地内にある練習場を利用したこともあったが、その場合一般の立ち入りが禁止されており、該当する会場で練習する場合は非公開となっていた。2013年より執行された。 J リーグクラブライセンス制度では、クラブが年間を通じて使用できる天然芝もしくは、人工芝のピッチ一面、屋内トレーニング施設、クラブハウスメディカルルームがあることが J1J2、ライセンスの A 等級基準とされ、さらに2015年からは、専用もしくは優先的に使用できる天然芝のピッチ一面と、隣接するクラブハウスがあることが、J1 ライセンスの A 等級基準とされている。 交付は専用の練習場はないものの優先的に使用できる練習場があるとみなされたことで J1 ライセンスの発給を受けておりまた隣接したクラブハウスも設置したことから2015年から執行した追加基準もクリアしている。韮崎中央公園内にあるクラブハウス参入から15年目の2013年にようやくクラブハウスが竣工した。J リーグ参入時からは 市営競技場や多目的運動場、民間のグラウンドを回り、練習を行っていたが、クラブハウスは愚か更衣室やシャワー室がないところが、ほとんどで、選手はグラウンド上で着替えを行う、ミーティングも屋根のない青空の下で行う、練習後はホースで水を浴びるなど、練習環境は他の J リーグクラブと比較すると著しく劣っていた。また、予定していた練習場も、 天候などで借りることができない場合があり、その時は甲府市内を流れる荒川の河川敷や基地を利用したり、小瀬スポーツ公園の広場を使うことすらあったという。練習場が固定されないことはスタッフにとっても負担であり、用具をトラックに積み毎日各所へ移動しなければならないほか、急に練習場が変更になった場合選手に変更の連絡を早急に行わなければ、 ならない道具論が耐えなかった。このためクラブにとって固定されたクラブハウス付け練習場の確保は急務であったが、経営危機問題の解消や選手量など他のインフラ整備も行わなければならなかったことから、なかなか進まなかった。2006年に中駒郡昭和町が防災事業の補助金や日本サッカー協会からの助成金などを使用し,し、現行園グラウンドとして、 スポーツ公園を建設することになり、そこをバンフォ法レ交付の練習場として使用する。大原公園には、夜間照明設備が完備された天然芝と、人工芝のグラウンドが一面ずつあるほか、シャワー室や会議室、ロッカールームのある管理棟など、これまでの環境とは、比較にならない設備が整っていた。公園は2006年秋から整備が開始され、2007年春には、 供用が開始される予定であった。しかし、整備途中で町長が変わると方針が変更され、竣行は当初より1年遅れの2008年となった。さらに町民を優先的に使用させたいという意向から、練習として使用できるのは週2日まで、使用量の減免はなしとなる。このため追う現行園グラウンドが使用できない日は、従来通り他の練習場を回り、外での着替えや、 青空ミーティングを強いられることになった。大原の使用が限られることとなり、新たな練習場を探していたクラブは2010年に山梨大学と連携し、中央市にある医学部グラウンドを整備、3月より利用を開始した。芝生や更衣室やシャワー室、ミーティングルームなどを備えたグラウンド管理棟を設置した上で大学に譲渡し、維持管理をバンフォーレ側がする代わりに所有者の大学側が、 使用しないときは最優先で使用できる。グラウンドは一面のみであるが、小瀬競技場と同じ夏冬混合の天然芝を張っている。また、医学部グラウンドでは週4日ほどの使用が可能になったことから、これまで使用してきた練習場を削減、移動時間や天候による変更を大幅に減らすことが可能になった。2013年より適用される J リーグクラブライセンス制度において、 クラブが年間を通じて使用できる天然芝もしくは人工芝のピッチ一面が A 基準として定められており専用の練習場がない甲府についても音源公演や医学部グラウンドなど年間を通じて練習する環境を整えたことで2012年の審査ではクリアされ J1 ライセンスが発行されたしかし昇格がかかっていた2012年10月に 医学部グラウンドと音源公園の天然シワが、養生期間のため使用できず、J1 昇格が決定する試合前の5日間は全て別の練習場で行わさざるを得なくなり、その中には公式サイトにない稲崎市営、総合運動場を使用する日もあった。この状況に、サポーターは専用練習場とクラブハウスを求める、横断幕を掲げたほか、昇格を決定した後の記者会見で、 上福広史監督は専用の練習場がないことを挙げ、これが選手やスタッフの負担になっていると訴えた。これを受け、各方面と再び協議を行った結果、2012年の優勝報告会に出席したニ崎市の横内公明市長が挨拶の中で現在、練習場の一つとして使用しているニ崎中央公園芝生広場を改修し、 優先的に使用することを発表した。グラウンドを、おぜや医学部グラウンドと同じ芝とし、また選手ロッカーや監督室、浴場などを備えたクラブハウスの建設も行われ、2013年10月6日より使用を開始した。バンフォーレコーフ公式サイト、練習場一覧に記載されている一覧より、名称は芝生広場であるが、実際は、 サッカー用に整備された球技場である。2013年にクラブハウスが整備され、練習は主に東芝府広場で行っている。なお、東芝府広場にて練習を行う日はクラブハウス及び、その周辺は一般人立ち入りは禁止となる。ニ崎中央公園芝府広場も参照元々は国立山梨医科大学のグラウンドとして陸上競技部や、 アメリカンフットボール部などが使用し、2002年に旧山梨大学と統合し、山梨大学が設立した後も医学部チームとして、当グラウンドを使用している。また、2010年より J リーグバンフォーレ交付が使用することになり、グラウンドの整備が行われた他バンフォーレ交付を運営するバンフォーレ山梨スポーツクラブが、グラウンドの管理を行っている。 ニ崎中央公園芝生広場が整備されるまでは、トーグラウンドを主要練習場としており、現在もニ崎中央公園芝生広場が、芝生養場やニ崎市のイベント等で使用できない場合は、トーグラウンドで練習場を行っている。施設、編集グラウンドは、天然芝一面で、山梨中銀スタジアムと同じ団地型、西洋芝と、勘地型西洋芝の混合芝を植えている。また、 オーバーシードを行っているため、全シーズンでの利用が可能になっている。バンフォーレ甲府の練習場利用以外にも、山梨大学の授業や社会貢献の場としても利用される。隣接する形でプレハブ平屋建ての管理棟があり、バンフォーレ甲府が専用で使用している。内部は行為スペースやシャワー室、ミーティングルームを備えている。アクセス、編集公共交通機関を利用する場合は、 ミノブ戦勝川駅から徒歩12分、または甲府駅8番乗り場より山梨交通バス57系統、あとや経由山梨大学医学部附属病院に行きに乗車し、医大宿舎入口で下車し、徒歩5分。もしくは同56.58系統の山梨大学医学部附属病院行きに乗車、終点で下車し、徒歩8分。自動車の場合は、 中央自動車道交付省はインターチェンジより15分、交付駅より30分。ただし見学を目的とする場合は、路上駐車禁止は、もちろんのこと、山梨大学及び医学部付属病院の駐車場は利用不可能となっており、近隣にあるイオンタウン、山梨中央の活発支店舗南側の交付の上り端が設置されている区画に駐車することになる。中央公園芝広場び、 山梨大学医学部グラウンドが使用不可の場合は東公園にある天然芝グラウンドまたは人工芝グラウンドにて練習を行っている。音源公園も参照練習場一覧には記載されているが実際練習が行われるのはごく稀となっている。山梨大学医学部グラウンドが整備された2010年に公式サイト練習場一覧から削除された練習場である。 夏季以外の場所でも練習を行っていたこともあり、また公式サイトから削除された後もニ崎、き、中央公園芝生広場が整備されるまで練習を行っていたことがある。社有地や教育機関のグラウンドを使用していたこともあり、この場合非公開として一般の立ち入りを禁止していた。ただし、メディア関係者のミクラブの許可を得て入場することができた。上記。 ニラ中央公園とは別の場所にある。上記、五直市南公園とは別の場所にある。下部組織用として、八田河川,川敷グラウンドがある。南アルプス鹿高佐護の釜梨川左岸河川敷に整備され、U-18 以下の練習場及び、試合会場として使用されている。トップチームと異なりバンフォーレ交付専用のため、下部組織の練習場はほぼ固定されている。 注釈出典、ありがとうございます。